ムービーの皆さんへ目線をお願いいたしますエスチールの皆様はご着席のままお願いいたします手を振っていただければと思います動いてますねはいムービーになりますのではい手を振っていただければと思いますこの後最後にフルハウスそしてフラーハウスのファンの皆様そしてねあの学生の中にもまだご覧になってないという方結構いらっしゃったのでぜひメッセージをいただければと思うんですけれどもまずは宮沢さんから お願いいたします。はい。えっと本当にフルハウス、フルハウスはあの家族の温かさだったり、友人の温かさだったり、あの本当にコミカルで面白い部分もあるんですけど、その中にある愛情だったり絆っていうのがすごくあの日本の私たちにもとっても伝わってくるものがあります。ぜひまだご覧になったことない方、たくさんの方に見て一緒に共感できたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。 では続いて伊藤さんお願いいたします。はい。えー、20年前の作品のフルハウスも決して古くないです。あの今見てもとても楽しいし、こうじわっと来たり、あの感動するシーンもたくさんあります。えー、それに引き続いてフラーハウス。 アメリカのメンバーも私たちメンバーも本当にみんな気持ちを一つにして頑張っています第二シーズンも始まるということなのでぜひぜひこれからも応援をよろしくお願いいたします今日はありがとうございましたこちらこそありがとうございましたでは最後に坂本さんお願いいたしますはい見てくださいこの家族愛いいでしょうかな T シャツでも君は家族じゃないから名前がないの<あー> <laughs> 本当に私もあの一フルハウスファンの一人であり、えー、家族大好きなんですねであのセカンドシーズンを本当に皆さんと同じように楽しみに待ってます子どもたちがどんな風に大きくなってるのかなとか、えー、本当に皆さんと同じように楽しみに待っています、えー、まだフルハウスフル,フルハウスをあのご存じない方もいらっしゃるかと思いますけど合わせて本当,本当に本当に本当に泣いて笑って楽しい時間、えー 過ごせると思います。そしてフラーハウスフラーハウスもまだ見たことない方、ぜひ見てください。あの家族です。家族の話です。あの家族と離れて暮らしている人はきっと家族に電話したくなるんじゃないかなってあの思います。楽しみに待っててください。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでこれをもちましてフラーハウスアフレコにチャレンジイベントを全て終了とさせていただきます。 エフラハウス DJ 役坂本千佳さん君役伊藤美希さんそしてファン代表ゲスト宮沢沙耶さんでした今一度盛大な拍手をお願いいたしますこの熱い拍手でお見送りしましょうありがとうございましたシーズン2も楽しみにしておりますありがとうございました